皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ葛飾からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは横山店長です。はい、よろしくお願いします。葛飾店8月4日にオープンして4ヶ月経ちましたけれども、はい、カスタム紹介が初ということでそんな記念すべき車、はい、まあ、目立ち度が半端ないんですけれども、そうですね、車の紹介の前に、はい、まあ、いつも通りオーナー様についてちょっと触れておきたいんですけれども、はい、オーナー様というのはどういった雰囲気の方なんですか？いや、もう全然僕より全然年下の方で、そうなんですか、はい、若い方ですけど全然しっかりしてる方で、でしかも先ほど話を聞いたらボンドで何台もお車購入していただいているようで、そうですね、4台5台ぐらい買ってもらってる。でしかもその車も数々カスタマイズ、はい、もうカスタムしてきて、でもうちに来た時はまだカスタムとかそういった感じも全然知らない人で、で来てこれしたいんですか、あれしたいんですけどっていうのを最初ちょっとずつやってたんですけ ど、 なるほど、最近は僕からの提案だったりお客さんからの提案だったりを混ぜて、まあ、お客様に合った車を作ってる。なるほど、じゃあもううちの店車も販売させていただいて、はい、カスタマイズも何台もさせていただいてお車ということ で、はい、そんな中こちらですよ、はいはい、車の方紹介していきたいと思います、はい、まずボディカラーがめちゃくちゃもう映えるというか、はい、結構紹介させていただくフェラーリでも渋い色だったりとか、まあ、定番のロッソコルサだったりとかって多いんですけど、はい、黄色あんまりないと思うんですよ。僕も記憶にあまりない、大阪店で1回かそんな感じで多分黄色紹介させていただいた感じだと思うんですけど、はい、この黄色は僕も今まで見たことないんで F8 でめちゃくちゃ目立ちますよね、はい、目立つ。で実はあの今撮影しているこの時間の前に PV 撮影をあの都内の方でさせていただいたんですけど、あの僕ら撮影車に乗ってて、はい、まあ目立つんですよ渋滞とかでこう間にいてもすぐパッて目が行くぐらい。でもちろんその定番の赤もめちゃくちゃかっこいいんですけど、はい、やっぱり黄色のこの特別感って半端ないなっていう、まあ、昔からある色ですからね。確かに、はい、もうフェラーリのコーポレートカラーがイエローなんですよ ね、 結構赤のイメージですけど、はい、実は黄色がコーポレートカラーということで、はい、でそんなボディカラーをこれバッチリ守ってあるんですよね。そうですね、フルプロテクションで、はいはい、というわけで今回は全面にこのプロテクションが施されている。これっていうのはルーフとかもどうですか？ルーフはもともと黄色やったんですよね、はいはい、ただ来た時にんちょっと違うと思って、もうこれは黒くして車高をちょっと低く見せた方が絶対かっこいいから黒を貼ってくださいと。あ、そうなんですかでその上からちゃんとプロテクションを貼って、はい、あ、なるほど、はい、じゃあもともと黄色だったのをラッピングで黒くしてそうですその上にさらにプロテクションを貼ってる。貼ってるって、なんかこの黄色と黒のバランス少し変えるだけ で、 そうです、ね、めちゃくちゃ雰囲気になっている。そうですね、だとやっぱり低く見えますよね。低く見えるですね。でというわけで全部屋根もフェンダーもリア周りもですよね。そうですね、このバンパーの下の艶消し感は全部純正なんですよ、はい、あ、なるほど、はい、屋根だけ黒く塗った、はい、あとは何もしてないです。じゃあこのザラザラのパーツはプロテクション貼ってないんですか？これも貼ってます。あ、これも貼ってあるんですか？これも貼ってます、マット。じゃあこれはマットのフィルムで、はい、貼ってます。この辺はそのまんま質感変えずにプロテクション貼って、はい、このグロスのボディだったりグロスの屋根に関してはツヤのあるプロテクションフィルムで保護しちゃう。はい、でやっぱりこの辺の車って飛び石とか確実に来るんで、はい、いやしかも修理代も結構な金額いくじゃん。いや、もうあのできればあんまりバラしたくないので確かに、というわけで全面貼っていただけると、はい、まあ、安心して乗っていただけるかなと、はい、であとは今回このプロテクションざっくりでいいんですけど、はい、どんな雰囲気なのか教えていただきたいんですけど、金額とか納期って見てくださってる方気になってる方多いと思うんですよ、はい、大体2週間ぐらい。なるほど、はい、車をお預けして、まあ、スーパーカーなんでやっぱあのエッジがやっぱ大きい。なるほど、この辺ダクトが開いてたりとか、はいはい、なのでやっぱその辺が手間がかかるのでやっぱり100万以上は3桁万円やっぱりいっちゃうと、はい、ただそれ車の形状とかにもよるんですか？よります、よります。 なので普通にあの軽自動車だったらこの値段。ああ、なるほど。貼る面積が多ければ多いほど、あと切る面積が多ければ多いほ ど、 ほどやっぱ貼る量も大きくなるんで。じゃあやっぱりスーパーカーみたいなこの複雑な造形で全部貼りますよってなってくると3桁万円ぐらい、はいはい、ただフロント周りだけでも全然おすすめなんで。あ、なるほど、はい、バンパー、ヘッドライト、ボンネット、フェンダー、ドアミラー、ここまででも全然やるだけの価値はあると思います。だ車によってだからここで切って前だけ貼ってますなんて方も多いですよね。多いですね。やっぱり圧倒的に前にダメージが、はい、そうです、来ますんで来る可能性が高いんで前だけなんていう施工もできると、はい、まあ、その辺は予算だったり用途に合わせてご相談いただければ、ね、いろんな状態で貼れるという、はい、で今回使ったこのマットをボディに貼って、はい、マットイエローなんていうのももうできます、やろうと思ってできてしまう、はい、まあ、そんな感じで参考にしていただけるといいんじゃないかと。でこんな目立つボディカラー
ホイールどんなの履いたのかと思って聞く前はかなり楽しみだったんですけど、はい、こう来ましたかっていう、こちらです、はい、やってまいりました1221、はい、アメリカの三蔵ホイールメーカーですね。モデルの方は1882です、はい、の AP2XVIP です。だ細かく見ていくと、まあ、定番のメッシュとも言えなくもないんですけど、そうですね、まあ、削り込みがまあすごい、はい、このスポークの内側もそうだし、このフランジのところも激しく削ってあると。そうですね、だからもう本当に全く新しいデザインっていう感じですよね。そうですね、でこのリムまでスポークが伸びてるんで非常に大きくも見える、まあ、純正ホイールかっこいいと思ってる方には大変申し訳ないんですけどちょっとこう僕ら感覚から言うと少しボテッとしてる感じあるじゃないですか。そうですね、ムチッと感はあるです、ね、ありますよね、はい、でタイヤのこう厚みも少し気になったりだとか、はい、だその辺を少しこう調整してあげるだけでこの辺も見栄え全然違うなって。違いますね。であと2ピースめちゃくちゃ人気ですね、やっぱり。で特に12の2ピースってここをすごく厚く取れるんで、はい、なんかすごい立体感が、はい、1ピースにもない3ピースにもないなんかこう立体感、うん、独特なのがありますよね。であとは今回こちら全部グロスブラックにペイントということで、はい、インナーもアウターもグロスブラックです。贅沢っすね、はい、最初はブラッシュドにしますかっていう感じだったんですけど、あえてグロスブラックで、まあ、価格も抑えられるんでその分。あ、なるほど、はい、そっか、フィニッシュによっても結構金額違いますからね。ポリッシュポリッシュ全部ポリッシュにしますってなると、はい、1本あたり10万は超えると思います。なるほどなるほど、はい、まあ、僕らもポリッシュの工場を見せてもらったんですけど本当に1本1本手で磨くんで、はい、やっぱり手間賃がそれだけ。そうですね、その点ペイントであれば、まあ、まるっと塗れちゃうんで、はい、まあ、費用もある程度リーズナブル、はい、とは言っても、まあ、ホイール単体がもう高いですまあちょっとね。そしてこのポリッシュも活かせるのがやっぱり単造の強みというか特徴でもあるんですけど、はい、やっぱりそこを塗っちゃうって結構贅沢だなっていう。そうですね。で結構あの黒いホイールをご紹介させていただくとポンドチャンネルコメント欄よく見てくださってる方だとご存知だと思うんですけど、はい、黒にしちゃったのとか黒じゃホイール見えないじゃんとかってコメントいただくことも多いんですけど、まあ、その辺好みも突然あると思いますし、いや意外と太陽の下で見ると結構エッジとか、ね、そうなんですよね、はっきりしっかりデザイン見える、しっかりデザイン見えるんで。だと今回この黄色と黒っていうのがいいと思うんですよ、はい、だこれってまたポリッシュとかシルバー持ってくると雰囲気違うと思うんですよ、ね、そうですね、特に今回このルーフ黒にしてホイール黒にしてなんでもう黄色と黒のこのバランスを調整してあるんで、はい、僕めちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ。そうですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。あとはキャリパーの方はまあスタンダードな感じですけど、まあ、そうですね、これをそのまま純正のままです。純正ホイールってシルバーと、そうですね、あの天然ポリッシュのコンビですよね、はい、だからなんかこう本当に色が調整されてて、はい、赤が差し色になってて今回この色のバランスがめちゃくちゃかっこいいなと、はい、そしてタイヤの方はピレリですか。ピレリです、はい、21インチですね。でデズラも当然バチバチになってるということ で、はい、あとローダウンも結構激しめですけれど最初もうちょっと下げたんですけど乗れないと思ってでもあえて普通よりかちょっと高めにしたんです。あ、これ高めなんですか。これちょっと高めなんですよ。なるほど、指1本半から2本ぐらいにしてるんで、だいたい458とか488とかはあの指1本ぐらいにするんですけど、うんうん、リフターついててもでもリアディフューザーが、そうなんですよね、 F8 むちゃくちゃ低くて、はい、いいところのバランスでこの高さにして、なんか純正でも結構低いんでぶつけちゃう方も少なくないという、はい、よくスーパーとかである、はい、車輪の目絶対ダメですよね。あれももう怖くてちょっとそこには止められないという感じなんですよね。というわけで絶妙な加減が分かってないと大変な F8 ですけども、はい、しっかりローダウンされてそうです。今回はノビテックのダウンスプリングでローダウンされているということで、はい、こんな感じに、まあ、もともと車高調だから、まあ、多少の調整もできますから、ね、できるんですけどね、はいはい、あと伸びてく割とこう物が評判いいというか、まあ、そんなにめちゃくちゃ選択肢があるわけではないと思うんですけど、はい、まあ、チューナー伸びてく、はいはい、その辺の信頼感も抜群じゃないか、はい、で今回の車は純正のリフターですよね。純正リフターです、はい、ということで、はい、まあ、段差なんかもバッチリ回避できるようになっていると、はい、であとはもう黄色だとこのボディラインめちゃくちゃもうエロくないですか、なんかいやもうむちゃくちゃかっこいいと思う。で488からデザインってフェラーリガラッと変わってるんですよね、はい、458まではピニファリーナだったんですけど488からフェラーリ の、 あの中 の、 そのデザインチームのデザインになってるんですけど、はい、なんかその F8 になってよりこうデザイン進化してますね、はい、進化してますね、造形がこう結構複雑になってますよ、はい、だからダクトなんかも、まあ、もちろん488からついてますけど、なんかこの辺なんかの作りもいじった時に映えるなっていう、はい、そうですね、芸術ですね、もともとがやっぱりめちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいい。そして後ろはググッとコンケーブがついて、またフロントと違った表情の、まあ、後ろは22インチですね、はい、1インチアップ1インチアップです前後定番ですよね、21、22ということで、はい、そうですね、はい、そして車高もちょうどよく感じのってるから、はい、でここまで低いとやっぱりリアのディフューザーが心配ということです。そうですね、ことですけれども、はい、こんな感じで、まあ、毎回これ名古屋店でもつい最近紹介させてもらったんですけどもうグーもギリギリじゃないですかっていう
というわけでも車止めは気をつけていただいて、そうですね。あとなんか名古屋さんにも聞いたんですけど、なんかリフターをもう4輪入れちゃうとかっていう手も、リフターついてなかったら4輪入れるのが一番ベストなんですけど、基本的に純正リフターだと前だけなんですよね。前だけです。4輪っていう設定がないんで、ないです。で前だけ上げちゃうと逆に後ろが低くなっちゃうんで、はい、まあ、そういった場合は、まあ、それも調べたんですよね。何センチ低くなるかっつったら、あ、そうなんですか。0.85、 じゃあ1センチぐらい1センチぐらい前が上がると後ろが 1センチぐらい下がっちゃう、はい、まあ、そうですよね。こうシートみたいになってるわけだから前上げたら後ろ下がるということで、はい、だその辺気にされる方は4輪入れていただいた方が使い勝手がいいかな、はい、あとは今回のお車は非常に外装シンプルということで、カーボンパースとかっていうのはもうないです。ないですよね。何もないです。で結構カーボンパースはもちろんついてるとついてるなりに豪華な感じ出るし、はい、レーシーな感じも出ると思うんですけど、ないのはないので僕大好きなんですよ。なんかスパルタンな感じするし、はい、あとはこういじる楽しみが結構あるので。そうですね。他のアフターマーケットのパーツが使えるんで、だ日本だとあんまりいらっしゃらないんですけど、海外だと、まあ、488とか F8 とかあの辺のフェラーリにもエアロパーツ全然つけるんですよね。そうですね、めちゃくちゃつけますね。つい最近も1060のエアロついてるやつが出てましたけども、はい、エアロつけてもめちゃくちゃかっこいい。かっこいい。だその辺が純正のカーボンついてるともったいないなさも出てきちゃうじゃないですか。いい金額しますからね。だからまあ車の雰囲気だったりだとか、まあ、あとはそのカスタマイズの方向性でいろいろその辺あってもいいのかなっていう感じがします。そうですね。こんな感じになっております。続いて内装の方、特にカスタマイズしたわけじゃないですけど、やっぱり車ってトータルコーディネートじゃないですか。そうですね。これ中とこう外装ちぐはぐとは言わないですけど、はい、まあえて変えるっていう手もあると思うんですけど、やっぱりトータルコーディネートだと思って、ご覧ください、こちらの内装。内装めっちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいこれだから言ったら茶色って黄色のこう同系色じゃないです か、はい、だからこの辺の相性もめちゃくちゃいいと思うんですよ。いや本当よくこの色選んだなっていうで中もちゃんと黒と茶色のツートンになってる。そうですね。だこの組み合わせっていうのはやっぱりカスタマイズ、特に新車でオーダーされる方は、はい、まあ、そのカスタマイズ考えてるんであればそこまで、まあ、トータルで、はい、まあ、検討していただいた方がかっこいい一台に仕上がるんじゃないかと、こんな内装になっております。じゃあ最後になりますけども、はい、今回のお車はこれで完成なんですか。まあ一応完成なんですけど、はい、僕的にはもうちょっとやりたいかな。なるほど、はい、じゃあ今後期待していいんですかね。まあお客様次第ですけど期待しちゃいましょうというわけでもしかしたら、まあ、仕様変更してまたご紹介させていただけるか、はい、もしくはお車乗り換えた際なんかも、そうですね、カスタマイズ上級車ということでまたご紹介させていただけるんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はボンドショップ葛飾でカスタマイズさせていただいたフェラーリ F8 をご紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。